今日はスターバックスの福袋、税込み7,000円、最近は毎年、くじで抽選で当たったら買えるようになりました。うちは家族4人がエントリーして1名当たったので袋ゲットできました。ということで開けていきます。まずはこちら、はい、いつものコーヒーですね。ピンタコーヒー、レギュラーコーヒー250g、はい、こちらもコーヒーです、レギュラーコーヒー同じく 250g、 コロンビア、ガテマラ、次です。あ、ちょっとでかいものがありました。スターバックス、リチャーシー、開けてみます。表面は結構ビニールっぽい加工がされてます。これがに1畳ぐらいですかね。裏が、はい、保温の加工になってます。表面はビニールなので何かこぼしても、OK っていう感じですかね、はい、ちょっとピクニックに行ってちょろっとなんかを食べるときに持っていくのがいいサイズかな。まあ大人2人が座ってなんか食えるかなって感じですか、はい、じゃあ、スターブルーとこのサイズです、まあ、A4 一回りちっちゃくしたぐらい、 B5 サイズぐらいですかね。で、次です、はい、スターバックスクリップサッコセット、うん、おお、かわいいじゃないですか。まあ、一番メインイベントは後にして、こちらですね、いつものスターバックス福袋ドリンクチケット6枚入り、
今年のチケットはちょっとちっちゃめですかね。昔はこのサイズのチケット持ち歩きしやすいような感じのチケットになっています。はい、1枚で税抜き、610円まで買えるチケットが1,2,3,4,5,6,63,600円ぐらいってことですかね。これはちょっといいですね。まあ今までに今年はなんかタンブラーがついてますということです。じゃじゃん。サイズが473ml、約500、はい、で、どんな感じですか？開け方が、よし、おお、なるほど。やつちょっとやばい、車で超嬉しいやつですね。なんかこんな感じ、柄はなんかちょっとスタバプラスクジラ的な、これいいんですよ。神さん喜ぶやつ。で、ここに入れて、これで、はい、はい、チューチューできます、チューチューできます。で、はい、これはちょっと嬉しい。このチューチューできるの嬉しい。はい、じゃあ次いきます。そしてメインのトートバッグ、結構厚めです。中には袋はございません。なんかこんな感じです。はい、で、ここにちょっと小物が入るやつですね。まあちょっと去年も福袋当たったんですが、去年のバッグはもう大外れ、今までで一番ダメダメでしたが、ね、今年のこれはいいです。はい、持ち手もこう結構丈夫で、今まで結構持ち手がね薄くてこうずっと使ってるとこうよれちゃった感じなんですが、今回はなかなかヒットでございます。これは大正解。
書いて正解です。それではまた来年当たったらやります。見てください。その時には失礼します。バイビー。